どうも、ありがとうございます。さあ、8月になりましたということで、今回はですね、8月をダラダラせずに、計画的にきちんと効率的にやっていく話っていうのをちょっとしていこうと思います。ただですね、本題に入る前に確認しておきたいことがあるんですけど、皆さん、机の上、綺麗にしましたか？そして7月の後半です。限界突破、試みたでしょうか？というのも、まあ私の動画自身をね、初見の方もいらっしゃると思うんですが、自分以外にも YouTuber の方、いろんな話をされてます。例えば、夏休みこれをするべきだとか、夏休みこの勉強法はダメだとか、いろんなのあると思うんですよ。多分皆さんも見たことあると思うんですよね。で、実際、その良質の話、いい話っていうのもたくさんあるんですよ。でもあるんですけど、じゃあ実際にそれを実践してる人ってどれぐらいいるのっていう話なのね。これは YouTube の話だけじゃなくて、例えば講演を聞いたとかでも構わないんだけど、何かの話を聞いた時に実際に実践する人って1割にも満たないんですよ。つまり100人いたら10人もいないわけです。ただいい話っていうのは聞いただけでも自分がちょっとレベルアップした気になるんですよね。でもそれは本当勘違いであって、実際に実践しなければ何も変わらないの。ただただいい話を聞きました、その時間無駄にしましたって言っても過言ではないと思う。まあちょっとね、過度のかつ言い方はしてますけど、でもやっぱり実際に実践してほしい。まあもちろん自分の話もそうですし、他の YouTuber さんの方のね話もそうなんだけど、実践しよう。実践しなければ何も変わらないからね、っていうのを前提にぜひね、この話も聞いてみてください。では行きましょう。まずですね、今回8月がスタートしました。で、8月を3分割に分けてください。で、今回説明上分かりやすく10日まで、20日まで、で31日までって3つに分けるんですが、これは厳密に10で分けなくても構いません。例えば皆さんのスケジュールで12日ぐらいが、例えばお盆でちょっと忙しくなるっていう方もいますよね。そしたら12から区切っても構わないですし、夏休みが8月いっぱいない方もいますよね。26ぐらいから始まっちゃうんだったら、その学校が始まってしまうところを一つのグループにして26で1個切るとか、そういう形でも構わないので、まず夏休みを3分割に分けていきましょう。で、分けて何するかっていうと、まずじゃあ第1グループで、自分だったら10日までにしますけど、10日までに何を終わらせるのか、何を達成するのかっていうのを決めていくんです。これを同様に第2グループ、第3グループでもそれをやっていきます。8月っていうのは7月頑張れた方、7月ダラダラしてしまった方、関係なしにものすごくだれやすいです。今すごい調子が良くって、いやいやいけてるいけてる、このままいけるよって思ってる人、思ってる人こそ気をつけてほしい。何かのスイッチでちょっとガタって崩れるとガタガタっていくよ、8月は。で、そのガタガタっていくのは人間だから起こりうるわけよ。だからそれはしょうがないと思う。ずっと完璧ではいられないと思うからね。だからこそグループで分けて目標を立てておくと、そこで調整ができるの。8月いっぱい31日でここまで達成しておきたいってなっちゃうと、前半だれたとしても後半で巻き返せばいいかとか思っちゃうんだよね。で、それも巻き返せるだろうっていうなんとなくでやってしまうから巻き返せなくなっちゃう。で、そうじゃなくってグループで分けて10日までにここっていう中間目標を立てておけば、そこまでで調整ができる。つまりより短い期間での目標になってるから、そこまでの調整がしやすい、グダグダしにくくなるんだよね。今回は3分割で説明をしたんだけど、もしそれでも不安な方はもっと分けてもいいです。いっぱい4分割、5分割で細分化しても構わない。自分が慣れるまでは、ほんと1週間単位とか、もっとだったら3日単位とかでやってる時もありました。8月、今だったら8月3日までにここまでを終わらせるんだって決めておくの。とにかく目標を細分化します。マラソンでいう中間地点をたくさん作るんです。いい、8月31日に中間地点を作るんじゃなくて、もっと前にいっぱい作っていくの。で、最後に一つだけちょっと違う話なんですけど、自分勉強するときに必ず量で決めろって話をします。時間で2時間勉強しようって決めるんじゃなくて、今からここまで終わらせるって量で決めるの。その方がダラダラしなくなるからね。ただ計画を立てるときは必ず時間で決めた方がいい。この1時間で計画を立てるよって、計画を決めるときは時間、勉強するときは量で決めて、ぜひねやってみてください。